こんにちは、新代理メンバーの高橋静香です。本日は ES の書き方自己 PR 編ということで、前回の授業に引き続き今回は自己 PR の書き方を教えていただこうと思います。土井さん、自己紹介の方お願いいたします。はい、私は2012年に大学を卒業して、その後 P&G と LVMH という会社でマーケティングをやっていました。その後ですね、外資就活 .com やワンキャリアさんなどで就活の支援をしたり、確実内定という本を書いてですね、皆さんのサポートをさせていただいてます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。 P&G のマーケティング、新卒倍率どれぐらいなんですか？1000ぐらいです。何人ぐらい採用されるんですか？1000。5人ぐらいですね。5人です。その狭き門を通過された方ということで、まあ、新卒だけ良かった人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、本日も24卒のお二方と一緒に進めていきたいなと思います。お二人、丸山さん、須坂さん、自己紹介の方をお願いいたします。はい、日本大学文理学部から参りました丸山と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。武蔵大学経済学部3年の須坂と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前回のガクチカどうでしたか？いや、すごい勉強になりましたね。次の行動プランが思い浮かびました。はい、じゃあもうガクチカはもうね、すぐできちゃったと思うんですけど、自己 PR もこの場でいろいろ聞いていけたらいいなと思います。じゃあ早速質問なんですけれども、そもそも自己 PR って何なのかなっていうのをちょっとお聞きしたいです。お願いします。はい、自己 PR とは自分のことをアピールするための文章で、簡単に言うと私は〇〇ができる人間ですという形式で、自分の過去のエピソードを交えながら、会社でどう働けるかを見せる文章のことです。ガクチカと自己 PR ってそもそも何が違うのってよく質問でいただくんですよ。丸山さんも同じこと思ったりしてませんか？いや、もう思ってますね。なんかガクチカと自己 PR ってなんか同じことを話しそうで、でもなんか違った方がいい、でも同じ方がいいのかなと迷います、すごく。結論、違う話をしてください。で、なんでガクチカと自己 PR、 そもそも同じ会社が聞いてくるかっていうと、その人に複数エピソードがあるかを知りたいからなんですね。で、例えばなんですけれども、丸山さんが協調性の塊だったとしてみましょう、仮にね。で、協調性の塊ですっていうエピソードとしてガクチカを話してくれて、で、他に協調性を発揮したエピソードはって言われて、えってなっちゃったら、本当にこの人協調性あったのかなってなりません？でもそこで自己 PR になってしまうんですけれども、私は協調性がある方だと思ってます、過去にこうこうこういうことがありましてって他の話もしてくれたら、あ、この人は反復して同じ強みを出せる人だから、きっと本当に協調性があるんだろうなって思いませんか？そうですね。はい、なので他にも手を変え品を変え、いろんな質問が飛んできますけれども、基本的には同じ強みを違うエピソードで見せるっていう手腕を発揮してほしい。これがガクチカと自己 PR の違いと同じところでもあります。じゃあガクチカと自己 PR 一貫性があった方がいいんですかね？そうなんです。ですのでガクチカで例えばリーダーシップを発揮しましたって話をしているのに、自己 PR の方で私は引っ込み思案で小さい頃からこういう人間でって話をされると、えってなりません？できればですね、私はリーダーシップって決めるんだったら、リーダーシップのエピソード1つ目をガクチカに、リーダーシップのエピソード2つ目を自己 PR にっていう形で振り分けていただきたいなと思います。自己 PR を書くにあたって、自分の強みだったり PR 部分を探さないといけないと思うんですけど、それはどうやって探せばいいんでしょうか？まずですね、哲学をしないっていうのがすごく大事で、私は一体何者なのか、どこから来て何をしたのかとか思い始めるとどんどん自分の強みにはまっていっちゃうんですけど、これはあくまで就活で、哲学はしてもしなくてもいいんですね。で、自分の探求、自分の人生の目的を見つける旅は、むしろ内定してから卒業までにじっくりされた方がいいと思うんですけれども、就活においては単純に会社でどういうキャラで働けそうかっていうのを決めて、でそのキャラに沿ったエピソードを掘っていくだけで大丈夫ですと。なので、自分は多分会社員の中ではどっちかっていうとリーダーシップがある方だって思うんだったら、じゃあリーダーシップの人間ということにしてみましょうと。でその上でガクチカはじゃあこの話に紐づけましょう、自己 PR はこの話、挫折体験はこの話っていう風に質問で同じ
じような強みを出していく戦略を立ててほしいなと思ってるんですけど、うん、そんなこと言われても、じゃあ自分が会社員の中でどんな人物か分かんないですよね、うんうん、そうですね、はい、なのでおすすめの方法がいくつかあって、一つ目が、OB 応人訪問で自分は会社員の中だったらどういう位置づけの人間に見えますかってもう聞いちゃう、うん、今日お話伺いましたけれども、私はどういうような社会人に見えますかっていうふうに聞いてしまって、社会人から評価をいただくっていうのが一つ一番楽なやり方かなと思います。で、二つ目のやり方は、有料になってしまうんですけれども、ストレングスファインダーという試験を受けることをおすすめしてます。有料なんですね。あれ1500円しますね。そうなんだ。受けました。あ、受けました。受けました。それぞれの性質についての解説がじっくり載ってて、すごい良かったですね。そうなんです。ストレングスファインダーを解説させていただくと、さあ才能に目覚めようというとっても恥ずかしめなタイトルのでその本を買うと ID がついてて、その ID をネットに入れると、まあ、試験が受けられるという形式 の、 テストで自分の長所を強制的に見つけ出してくれる試験です。確か48個あるかな、かの強みの中から、自分の強みが一体何なのかっていうのをトップ5を出してくれるので、まあ、強制的に社会の中で自分がどう見えてどれが強みなのかはそこで洗い出されるというわけです。普通に自己分析ツールとかあるじゃないですか、無料の自己分析ツールで無料のもので、もしいいものがあったらそれを使うこともおすすめで、特にですね、別の方法テストでおすすめなのは SPI の心理テストで採用されているビッグファイブという心理テストの簡易版をネットで受けることです。ビッグファイブのテストは無料で簡易版なら受けられるので、ぜひ受験していただきたいんですけど、はい、人5つの強みで社会性を判断しているものになります。協調性、外交性、うん、開放性、うん、情緒安定性、勤勉性で測ってて、開放性っていうのは好奇心の強さのことですね。で、それで、テストを受けてもらうと、自分は外交性が高いとか、うん、自分は勤勉性が高いとか、そういうのが出てくるので、じゃあ自分は勤勉キャラでいこうというふうに例えば決めてもらって、うん、で、自己 PR はこれで、学知化はこれで、挫折体験はこれ、どれも勤勉さを表すエピソードでまとめようとか、うん、そういうふうに自分の強みを1個決めてもらって、それに合わせたエピソードを用意してもらう、これが基本的な準備の仕方になります。実際にお二方はどういうことを自己 PR として話そうと思ってますか？そうですね、的を得てるかちょっとわからないんですけど、うん、自分が話そうと思ってるのは人一倍繊細なところを自己 PR として話そうかなって思っていました、うん、どういうエピソードがあるんですか？まあ、具体的なエピソード話しますと、そうですね、無印良品が僕好きでアルバイトしていたんですけど、いろんなことに気がつくんです。あのお客様困ってそうだなとか、ここの商品もうちょっとこうした方がいいんじゃないかなとか、そういうところによく気がついてしまって、まあ、気がつくだけだったらいいんですけど、それをほっとくことができなくて、なんかそれを解消しようとするんですね。なんかそれをすることによって、そのお客様とか誰かが笑顔になるっていうところにすごいなんか自分自身の性質の魅力を感じて、自己 PR とさせていただこうかなと思っていました。わかりました。教えていただいてありがとうございます。まずなんか自己批判的すぎるかなっていうのが抱いた印象で、うん、細かいところに気がつくって言えばいいと思うんですよ、うん、繊細って言ってしまうと、まるでメンタル弱々お豆腐ちゃんみたいに見えるじゃないですか。でもそうじゃなくって、細やかであるとか細かい点に気づけるとか、うん、まあ、人の顔色の変化に対して、気を使えるっていうところなので、私は気配りの塊ですとか言ってもいいと思うんですよ、うん、自己 PR で。私は幼少期からもともと人 の、 その空気の変化であったりとか、うん、状況に対してかなり気が利く方だと言われていましたと、うん、で実際無地のバイトをしていた時に、もともと品出し専門のアルバイターだったんですが、お客様が何の商品を探しているかやどういった状況にあるかを瞬時に察知したことから、まあ、お客様のガイドをするようになり、結果としてお客様の接客スタッフに抜擢していただくことができましたみたいな話をすると、それだけで自己 PR になると思うんですね、うん、あえて欠点を聞かれた時に、まあ、そういう意味でいつも空気を張りっぱなしなので疲れやすいという面があります。でそれに対して私はこういう対策をしていますっていうことによって、まあ、短所とのすごく整合性も取れるので、うん、自己 PR では堂々と私は気配りの塊なんですよ、うん、で売り込んじゃっていいと思いますよ。
ありがとうございます。自分の自己 PR の印象で、もともとの自己 PR の印象だと、こういう目標を掲げてこう何パーセント達成しましたみたいな、がっちりとしたなんか成果みたいなのが求められてるのかなって思っていて、それに比べて今の自分が話したエピソードだとなんかちょっと弱いのかなと思ったりした部分もあったんですけど、数的成果があるのは望ましいですけれども、うん、今の話って数的成果作れるってことに気づいてないですよね。実はそうですね、作れないかなと思っています、はい、まずですけれども、そのお客様をガイドした結果伸びた売上があるんじゃないですか。そうですね、はい。なので、私がこのように動いた結果、店舗の1日の売上がこれぐらい変わりましたと。でそれは別に 1% とかでいいんですよ。で 1% 伸ばすことができたので1000人スタッフに抜擢されましたって言ったら、もう数的成果ですよ。そうですね、だいたい1日の売り上げこんなもんだったな、自分がガイドしたのこんな感じだったな、自分がシフトに入ってた日じゃあ伸びた売り上げ平均こんぐらいだろうな、ってことは何パーだなっていうふうに計算すれば数的成果です。あ、全然今まで数的成果とは関連付けないなって決めつけてちゃったんですけど、ありますね。はい、これは、今見てくださってる皆さんにもすごい大きい気づきだと思っていて、皆さん自分に数的成果ないと思い込みがちなんですけど、実は皆さんのしてることって売上に貢献してたりチームの成果に貢献してるはずなんですね。なので今みたいに、あ、自分がこうした結果お客様が喜んでくれたってことは売上でいくらいくら変わったはずだから、だから店舗の売上でその日は何パー上がったはずでみたいな風に数的成果につなげたりとか、お客様満足度が、去年と平均してその視点で何ポイント上がったかとかを調べてみるとか、まあ、あるいはこう自分が施策した、自分がプランニングしたことが来年も継続決定したっていうのも数的成果ですし、っていう感じでですね、なんとか数字にできないかって頑張るのが数的成果です。はいはいはい。だからその全体の売上に自分がどれぐらい貢献したのかって多分すごい分かりづらいと思うんですけど、例えば今の須坂君の例だったら、いくらの商品に何人ぐらいガイドしたから、まあ、どれぐらい売上伸びただろうなみたいな感じで考えていくと考えやすいかもしれないですね。そうですね。また販売になったとしたら、いくらの商品を1日に何人ぐらい紹介して何人ぐらい買ってくれたみたいなのすると分かりやすいかもしれないですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。頑張ってみてください。はい、けど次丸山くんはどういうこと話そうかなと思ってますか。はい、僕はアホだけど結果が出せる人間だと自己 PR もしたいと思います。はい、で例えば小説の方で110万以上 PV 稼いで、その時に、まあ、Twitter の情報発信も始めようと思いまして、フォロワー1000人獲得しようと思って、もう情報発信頑張って2ヶ月で、まあ、1000人達成したので、じゃあその次はもう一回ヒット作を作ろうということで考えて各務のアカウントをゼロから作り直したんですね。でもう一回新作投稿して、そこからまたランキング1とかトップ10入りに果たしたので、なんやかんやアホでバカだけど結果は出せる人間なんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、はい、ありがとうございます。はい、結論ね、情報量多すぎ問題があると思います。なんかツイッターの話がある、小説投稿サイトの話がある、ツイッターのフォローを伸ばした話がある、小説投稿サイトであえてアカウントを作り直した話がある、結果なんか目標達成した話があるけどアホでバカなエピソードが入ってるって、もうすごいてんこ盛りパックになってるんで削りましょう。で削った結果、はい、めちゃめちゃ強いっすすごい。自己 PR の構造とかってなんかあるんですか。